GMO インターネットレディス、サマンサダバサグローバルカップ初日16日、イーグルポイントゴールフクラブ、茨城県6657ヤードパー72、4月の ANA インスピレーションから3ヶ月間の海外遠征を行い、約4ヶ月ぶりに日本ツアーに帰ってきた渋野ひな子。その初日はサンバーディにボギーの71と、 アンダーパーで回ったものの、シートは8打差。好発進とはならなかった。それでもホールアウト後には充実の表情を浮かべた。スコアの割には納得できている。その理由は、米ツアーで学んできたマネジメントができたからだった。米ツアー。特に海外メジャーを経て痛感したのは、 外してはいけないところには、絶対に落としてはいけないということ。それができなければ、ボギーやダボがすぐ出る。ピモガンガン攻めるゴルフで、日本のメジャー。そして、海外メジャーを制した、渋野ひなこだが、コースによっては、引くことも必要であると身に染みた。そういう部分を吸収していきましたという経験を、 成長につなげないといけないことを感じた。狙いは、ティエリアでの立ち方から意識づけた。ピンだけでなく、安全な方に4から5メートルのマージンを取る。右ピンに対しては、ピンより左を向く。左ピンに対しては、その逆が基本。その中で、ピンサイドにちょっと幅があったり、 外してもいい時はピンを狙っていくようにした。この日はその4メートルくらいのバーディーパットが、後半決まらなかったものの、徹底はできた。その成長を感じられたから、スコアは出なくとも納得がいったのだ。また、声に出すようにもした。一人で考え込んでやるよりも、 発信していく方がいいと思った。せめてキャディさんだけでも私のやりたいことを伝えるようにした。実際に口にすることでターゲットを明確にする狙いもあるのだろう。徹底したマネジメントという、日本復帰戦の初日にやりたかったゴルフはできた。とはいえ、 このままのセーフティなゴルフでは今大会は上には行けない。今日のゴルフに納得はしているが、ピンポジションによっては、もっと攻めて、短い距離のパットを打てるようにしないといけない。メリハリをつけてやっていきたい。攻撃一辺倒から変幻自在のマネジメントへ、スイング改造のような技術以外の部分でも、 世界で戦うための進化を続けていく。サマンサタバサカップ、渋野ひな子46位発進も巻き返しのイメージ。バッチリ国内女子ゴルフの GMO サマンサタバサグローバルカップ初日、16日。茨城、イーグルポイント GC イコールパー72。米ツアーから約3ヶ月ぶりの国内復帰となった渋野ひな子。 22イコールサントリーはサンバーディーにボギーの71で回り、1アンダーの46位につけた。まだ初日とはいえ首位と8打差をつけられたが、渋野ひな子の表情は明るかった。最後まで楽しめたし、内容的にもショットの精度、特にアイアンの縦距離が合ってきたし、 危ない方に外すこともなかった。スコアの割には納得いくゴルフができたと振り返った。米国から帰国後、2週間の隔離期間を経てコースでラウンドしたのは、15日のプロアマ戦だけ、特貫工事で臨んだ状態を感じさせなかった。6番まで3つ、スコアを伸ばしたが、 そこから2ボギー。8バンパー5はバンカーからの2打目を顎に当ててのボギーで。最終18バンパー4は4メートルのチャンスだったが、入れたい気持ちが強すぎてパンチが入るミスで3パットと原因ははっきりしており。2日目以降の巻き返しのイメージは鮮明だ。明日のピンポジによるけど、 攻めるところもうちょっと攻めていけたらいいんじゃないかと思った。そこのメリハリを今日以上にできるようにしたいとチャージを誓った。次のオーディオビデオでお会いしましょう。